また農業っていうのはやっぱ農協というのがねやっぱ牽引してきたっていうのはもう事実だし、今もすでに、農協という大きな力によって、まあ、流通がこうなされているわけだけども、まあ、ここの大きなこの何て言うか仕組みというか構造、これが豪農たちの出現によって、まあ、どん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 構造が変わりつつあるよっていう、まあ、警笛を鳴らしているような内容になってます。で僕もまあまあ全く同感で、まあ、そう、まあ、あるべきというか、まあ、そうならざるを得ないだろうなっていうのが、まあ、僕も率直な感想なんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美司会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。新しい時代というね、すごく短いタイトルですけど、まあちょっとね、新しい時代が来たなっていうのをちょっと感じることがあったので、まあ、この、時代が変わったなっていうね、こういった話をね今日はちょっとしてみたいと思います。で、内容なんですけれども、これね、山下さん知ってます？最近ちょっと雑誌見ましたって、農業クローズアップされてますよって言われたんですよ。で、皆さん方もご覧になられたかもしれませんけど、今ね雑誌でね農業が特集されてるんですね。はい、ということで、まあ、結論なんですけども、まあ、その雑誌見て思ったんですけど、やっぱプレイヤーがもう変わったなって、そしてゲームが変わったなって、そして、ルールが変わったんだなっていうふうに、やっぱ農業っていうそのものの何ていうの、ね、中身質っていうのかな、ここが変わったんだなっていうのをね、あの感じたっていうようなお話でございます。で、雑誌ってもうこれで、ね、も皆さん方もね、手に取って見られたかもしれませんけど、この「週刊ダイヤモンド」、これ以前からこの農業を結構クローズアップして、くれていますよね。で今年も儲かる農業2024なんて言ってね、これ何年ぐらい前かな、2、3年ぐらい前からこれ結構ね出るようになったんですけども、ここすごいですよ。 JA 農水省緊急事態とかね、やっぱり週刊誌だから結構センセーショナルな書き方してるんですけど、まあまあまあ、いろんなね取材に基づいてね、いろんな内容を書かれています。で、まあ結論言うとね、こういうふうに農業がこういうね週刊ダイヤモンドって言ったら、あの大手のね出版社から出てるって、これがすごいなって。もう全然農業なんて、僕も平成元年、1989年週のごめんなさい、で、まだその頃って農業は全然クローズアップされてなくて、まあ、農業する人、普通の一般の人っていうふうに、もう農業って農家の農家による農家のための農業でしかなかった。もう全然新聞や雑誌、農業の専門書はまああったとしても、こういうふうに何ちゅうかな、一般紙にこう取り上げられるような、まあそういう内容じゃなかったんですよ。まあね、農業、まあ歴でいくのは僕も35年ぐらい農業業界いますけど、まあ時代変わったなと思ってね、こうやって農業を取り上げられる。これね、なんでここまで僕が興奮して喋ってるかというと、やっぱ雑誌っていうのは今なかなか売れなくなってるんですよ。だからやっぱ話題性のあるものを、なんていうかな、ピックアップしないと本が売れないんですよ。だからネタ結構大変なんですよね、こういう本ってね。でその中で農業をクローズアップしたってことは、これ僕の予測ですけど、やっぱ買って読む人が多いってことです。おそらく農家さん以外、我々農業者以外で買って読む人たちが多いから、こんな風に農業がピックアップされるんだろうというふうに思ってます。で、まあ、この内容についてはちょっと後ほど触れますけど、実はね僕もいろんなね雑誌とか取材とかこれまで受けてきました。で実はね、農業が雑誌に取り上げられ始めたのが、うわこれ画期的だなと思ったのが2009年、今から15年前、その雑誌何だったかというとこちらなんです。はい、これ宝島社が出している別冊宝島、農業やろうぜっていう、ここに初めて、僕が知ってる限りですよ、初めてこの農業に、雑誌に取り上げられた。農業とのクローズアップ、そしたら別冊ですよ、別冊。宝島のね普通の本じゃなくて別冊で取り上げられた。これがね確か2009年だったんですよ、今から15年前にやっと初めて農業雑誌に取り上げられた。で実はこの雑誌に僕も取り上げられてます。古いね。だから僕15年前にこういう雑誌に載って、もう最初のページぐらいにね私ドーンとこう載ってるんですよ。まあ、そんな風にもう15年前にそういえばね俺も取材されたなって。であれから15年して今もダイヤモンドでもう農業時代がクローズアップされて、こういう時代になったんですね。じゃあそれで、じゃあどういう内容を書いてあるかって、もうこれね雑誌をあんまり中身出すのもねちょっとあれなんで、まあ、簡単に言うと、まあ、こういう、主役交代の大波だとか、稼ぎまくる豪農たちみたいな、この農業維新が始まりましたよみたいな、
内容だったり、この豪農たちってすごいね、豪農たちっていう表現するでしょ。でもこれはまあまあ僕はあんまりね、この記事見て驚かないって、あ、やっぱそうだよねってまあ世代交代っていうか、そのプレイヤーが主役が変わっていってるよねってっていうのはもともと感じてるし、まあ僕はもう農業業界は幕末だと前々からね、あのお話をしている通り、まあ幕末でいよいよ農業界にも明治維新というか、維新が起こるんだなっていうふうなのを今感じてる。まあそれもまたね、雑誌で取り上げられてるということです。そして豪農、豪農というのはもともと日本の農業には豪農というのがいっぱいいました。もともといたんですよ、豪農というのが。でそれが、ね、1946年の GHQ の農地法の改正、農地開放によって、まあ、豪農というかそういう商屋さんたちがこう解放されて、戸籍民にの人たちにも、まあ、農地をこう分け与えて、まあ、農業が弱体化されたって。ところがもうそれから70年経ってるわけですよ。まあ70年経った、いやもう80年か、80年経った中でまた新たに豪農たちが誕生したと。もうこれ自然の摂理ですよね。まあ、そういった方々がどういった豪農たちが今出てきてるのかっていうのが、まあここでまあ取り上げられてるって話です。で他にも、あ、そうそう、でそれをね、レジェンド農家って言ったりね、こういう中小キラリ農家って言ったり、カリスマ農家って言ったりね、まあ、こんな風な表現でなんていうの、なんかランキング付けされてから出てるんですよ。でも僕のね、あの知り合い友達、そしてほら、僕がやってる農美司会のメンバーもね、結構何人かこう、エントリーしてるんですよね。すごいよね。こんな風になんか、まあランク付けするのがいいかどうかちょっと分かんないけど、こういう風に活躍している農家がたくさん、まあ活躍、まあ大きな規模の、レジェンド農家だったり、しっかり稼いでる豪農の人たちが今着実に各地に出てきてるよっていうような話がね、まあ、この雑誌に書かれています。まあ、もちろんね、皆さん興味あればね、雑誌ご覧になってください。で他にやっぱ注目すべきはこちらなんです。農協の生き残り方戦術とかね、やれ、農協大減益ショックとか、農水省への辛口通信簿とか、なんか、まあ、要は農業っていうと、まあ、我々農業者だけではなく、農業法人だけではなく、やっぱり農協であったり農水であったり農政、まあ、この辺もね、ずっとセットですよね。でそういうのがね、ここにしっかりとこう書かれてる。まあまあ、手厳しいね、話もいっぱい書かれてるけど、まあ、何言いたいかというと、まあ、現実問題として、まあ、ここにもありますけれども、ピンチはチャンス、この言葉がいつまで余った、ここじゃないな、あ、これだ。農業の主役たちが変わろうとしている、豪農たちが企業と連携し世界と戦える農業を創造していると目なのだ。農業を牛耳ってきた JA 全農などは置き去りにされつつあるみたいなことがまあ書かれてるんですけども、まあ、いわゆる、やっぱりまた農業っていうのは、やっぱ農協というのがね、やっぱ牽引してきたっていうのはもう事実だし、今もすでに、農協という大きな力によって、まあ、流通がこうなされてるわけだけども、まあ、ここの大きなこの何て言うか仕組みというか構造、これが豪農たちの出現によって、まあ、どんどん構造が変わりつつあるよっていう、まあ、警笛を鳴らしているような内容になってます。で僕もまあまあ全く同感で、まあ、そう、まあ、あるべきというか、まあ、そうならざるを得ないだろうなっていうのが、まあ、僕も率直な感想なんです。で、まあ、私はこの、ね、雑誌の紹介ではなくて、今回時代が変わったなっていうようなお話をしたいんですけど、やっぱまずこのプレイヤーがやっぱり変わったっていうのが一番大きいなっていうふうに思ってます。そして、やっぱりゲーム、農業というゲーム自体が、まあ、大きく変わったと。そしてゲームが変わったところは当然ルールも変わったんだって。このプレイヤーとゲームとルールが変わったっていうことに、まあ気がつき、そこに、まあ、何かしら新しい、チャンネルにカチャッと、切り替えてアンテナ張ってて、そっちの方に、スッとキャッチアップする、まあ、そんな風に、やってる人たちと、いやいや、もう今までの、既存の農業のシステム、既存の農業の構造の中で、いるっていうのに大きく今差が開きつつあるな、まあ、ここが僕の大きな時代の、まあ、ターニングポイントに来てるんじゃないだろうかっていうのが、まあ、今回のね、皆さん方にお伝えする内容なんです。ちなみにプレイヤーが変わったってどういうことなのっていうと、まあ、ちょっと字がちっちゃくて見えにくいんですけど、まあ、言葉で言いますね、やっぱり U ターン I ターンで帰ってくる、いわゆる農業消費者、継承者、でもともと仕事を親元離れてなんか仕事やってたんだけど、違う仕事やってたんだけど、まあ、結果的に親元に帰ってきて、まあ、後を継ぐみたいな、この U ターン I ターン、農業、消費者、継承者か、農業継承者っていうのが、まあ、一つ。そして、やっぱり
大きいのがこの企業型脱サラ型農業参入者、これ大きいよね、農業参入者で、ね、先ほどの雑誌で出てきている人たちなんてね、もうほぼほぼここよ、 U ターン I ターン組もしくは企業型脱サラ組なの。だから僕みたいに農家で生まれ農業しかやったことないような人って意外と少ないの。ああいうなんかカリスマ農家とかキラリ農家とか、豪農とかあのレジェンド農家とかになってる。ここがもういわゆるプレイヤーが変わったってことなの。農業って農家さん、農家の息子さんがやってるんでしょって。で農家の息子さんがやっている農業ももちろんあるんだけど、なんか豪農になっていく人たちあのレジェンド農家になっていく人たちっていうのはこういう U ターン I ターンの農業継承者だったり企業型脱サラ型の農業参入者だったりするわけで、もっと言うとこの新規事業型ビジネス型の企業の参入型なのよ。すごくない？もうこれ否定できないよね、ここまでだったら、うん、いや別に僕みたいなね既存の農家が悪いわけじゃないよ、悪いわけじゃないけど前はそれしかなかったのよ。ところがそれじゃない、まあ、じゃないっていう言い方もあれだけど、まあ、とにかく新規で始める U ターン I ターン企業型脱サラ型新規事業型ビジネス型が今もうプレイヤーとして先頭を走ってるっていう、すごいよね、時代変わったよね。そしてプレイヤー、あ間違えた、ゲームだな。次ゲームっていうのはどういうことかっていうと、ああそうそうね、先ほどね、でゲーム、前ももともとねいつも僕がこの動画でも話しますセミナーとかでも言ってますけど、この営農力が、持ってる人たちが強かった、そういうゲームだったんですよね。ところが今経営型、経営力がある人たちが勝つっていうような、まあ、ゲームになりましたし、まあ、この勘とか経験とかでやっていたゲームがデータの、駆使したゲームに変わったし、そして資本お金を持ってたり、規模が大きいっていうふうな、いわゆる有形資産を持っているようなところが、大きい農家って言われてたけど、今は、顧客をたくさん持っているところ、お客さんをたくさん持ってるところがいいよっていうふうに、もう全くこの営農とか勘とか経験とかお金とか規模とか、その大規模がすごいとかそんなんじゃなくなったと。それより経営型、経営力をしっかり持っててデータを残して、そして顧客をしっかり握ってる、こういうゲームが勝ってるって、まあ、そういう人たちがこのレジェンド農家や中小農家やキラリ農家になってるって、カリスマ農家になってるってこと。じゃあルールはどんなふうに変わったのかっていったら、ルールもこの農家のポジションっていうのがもうただ作るだけじゃないのよ、生産だけじゃなくて販売もするよって、ね、だから今まで農業者っていうのはとにかくいいものを作って、まあ、そのいいものって基準が何なんだって話なんだけど、いいものを作ればそれでいいって言われてた時代がちゃんとお金に変える、キャッシュにまで変える、自分で販売するところまでやるって、まあ、そういうのがレジェンド農家、中小キラリ農家もしくはカリスマ農家にもうエントリーしてきてますし、この流通のやり方っていうのも、なんだろうな、やっぱり換金型作りました、まあ、市場ないし農協に委託して換金してもらうっていう形からしっかりとビジネスに持っていくっていう風なやり方にルールが変わりました。そして農業の考え方もこの農家都合だけでやるんではなくて、やっぱり環境のことを考えてっていう風な、なんていうかな、もうちょっと社会のことを考えた農家都合でもう化学肥料とか農薬とかバンバン撒きまくって、もう周りとか知ったこっちゃない、消費者のことなんて考えたことないよ、地球のことなんて考えてる暇ないよじゃなくて、しっかりとこの周りとか配慮する環境、そして持続継続型っていうのが今新たなルールとしてこういう農業をやりましょうよというふうにルール変わりましたよね。さあいかがです？まあ今日ね雑誌から紐解いて、あやっぱり時代が変わったんだな、いや今大きく変わろうとしてるんだなっていうふうなお話なんですけれども、まあ、こうやっても農業がクローズアップされ始めたっていうのがまあいいか悪いかはまあ別として、現実そうなんですよ。だって雑誌に出てるわけだからね。で、そういうことによってこのプレイヤーとゲームとルールが変わったんだなっていうのが、まあ、如実に現れてきましたねっていうのが、まあ、今回の話でございました。はい、いかがだったでしょうかね。僕もね、まあ、本当ね15年前現役バリバリだった頃はね、そういうふうに結構ね脚光を浴びていろんなところで取材を受けて、もうそれこそ、農業のね、最先端に行ってるみたいなところでね雑誌に載ったりなんてしてました。で、それでもその当時はまだまだ世の中的にはそれだけ農業っていうのにクローズアップされてませんでしたけど、今やもうこれだけねメジャーな雑誌に取り上げられてね、あの豪農たちがこれだけいるんだ、農協大丈夫かみたいな、カリスマ農家っていうのが世の中にいるんだぜみたいなのが、まあ、言われる時代になったっていうことです。
はい、ということでね、今回これで終わりたいと思いますけどね、5月23日ね、J アグリ、まあ、ここね毎回宣伝してますけど、まあ、おかげさまでね、たくさん今申し込みをいただいているようです。まだ少しね、席に余裕があるというふうに聞いてますので、まだねお申し込みじゃない方はですね、ぜひね、お申し込みいただいて当日ね、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。